アンダーブスのマンダーブスのかげろうです。こんばんは。可能な限り毎日投稿、今日もアップしていきますが、これを撮影している現在は、10月29日 AM 2時 AM 2時20分でございます。先ほどですね、私のライブ配信、毎晩夜10時から12時まで2時間ほどですね、毎晩させてもらってるんですけども、その配信が終わったところで明日のライブの準備をねしつつ、まあ今この動画が、アップされている今はですね、おそらく今頃私はライブの本番中ぐらいかなというふうに思いますけれども、明日撮れないからちょっと前撮りしとこうと思いまして、深夜に撮影しております。そろそろ寝なくてはいけない時間なんですけれども、といった感じです。こういう動画ね、爆竹に関することとか、毎日アップさせてもらってますけれども、昨日コメントで桜井さんに便乗した動画ばっかりで吐き気がするというコメントをいただきまして、ちょっとショックだったんですけども、でも YouTube 今開くと、もうそんな動画ばっかりなんですよね。見るからにサムネイル見るだけでうさんくさいやつあると思うんで、多分それ見分けがつくと思うんで、タップしない方がいいです。クリックしない方がいいです。はい、そんなもんですよ、人間って。ほんとそんなもん、結構ねそういう人多いと思いますよ。ライブ配信、私がやっているライブ配信もですね、その今回の出来事の日に、その皆さんの拠り所という意味で配信はさせてもらったんですけども、その日に限ってやっぱりこうニュースになったのでね、普段来てくれない方がねたくさん来ました。めちゃめちゃ来ました。はい、みたいな感じでね。で、爆竹といえばかげろうさんだからっていうことでね、だからなんだろうみたいな感じで、要はですね、そのいっぱい来たんですけども、普段来てくれてない人ばっかりだから、その会話をするネタがないんですよね。ですから、要はそのこんな報道があった後に爆竹言ってたかげろうはどの面下げて配信してるんだろうっていうのを、要は見たい、興味本位で覗きに来てくれたわけですよね。よく言えば心配して見に来てくれたんだと思うんですけどね。いろいろね、歯の浮くようなセリフもいろいろお聞きしましたけども、なんていうか、こういう時に限って、その人のですね本質っていうのがすごいわかるなというふうに思ってしまいました。ですから、その動画もね、心ない動画、ね、の数々も今 YouTube にこうもうたくさんありますけれども、そんなもんですよ。そんなもん、もうね、サムネイル見ただけでもう、わかりますから、大体。このサムネね、もうクリック絶対しないでください、そういう人は。そういうのは。あれね、中身ね、ほとんど一緒なんですよ。みんなが誰でもわかってるような、ファンなら誰でもわかってるような内容を、もう、とにかくまとめて、AI に話させてるんですけども、それを、流用してサムネイル変えてアップしてるだけなんで、ほとんど中身一緒です。で、
AI に話させてるから、名前の読み間違いとかね、音読み、訓読み間違えてたりとかね、する。まあまあまあ、まあまあひどいやつなんで、見ないことをお勧めいたします。雑に作られてるやつなんで。私はですね、まあその編集している時間がないっていうのと、まあ、こうやってもう iPhone でノーカットで一発撮りで素のね語りをお届けして、共感していただけたり、もしかしたら支えになっていただけている方もいらっしゃると思いますのでね、コメントをたくさんいただいてる、全部読ませていただいてるんですけども、そういう支えになってくださってる方もいらっしゃると思いますしね、少しでも落ち着いたりとか、まあ、笑顔が取り戻せたりとか、一瞬だけでもね、何かしらお役に立てればなと思いまして、こうやって爆竹のことだけを4年間チャンネル通して発信させていただいてきたチャンネル運営者かげろうとしてはですね、そういうことぐらいをさせてくださいということでですね、でなるべく毎日アップして、継続できればなと。できれば満中院49日ぐらいまではせめて毎日こういう形で、投稿させていただいて、まあ皆さんのね、なんていうか話し相手って言っても別に一方とお互い一方通行かもしれないんですけども、共感していただいたりとか、なんかしら落ち着いていただけるようなことがあったらいいなと思っております。で、すいません、前置きがちょっと長くなりました。だいぶ今日は私ね、日本で好きなロックバンドね、好きなロックバンドのボーカリスト3人おりまして、それが、まあ、桜井さんですね。桜井さんと森重さん、ジギーの森重純一さんと、イエローモンキーの、ザ・イエローモンキーの吉井和也さん。このお三方がやっぱりね、日本のシンガーではとても大好きでリスペクトしている方々なんですけども、その中のイエローモンキーの吉井和也さんからの追悼のコメント、公式でね、昨日というか今日か、もう日付の変わり目がちょっともうよく分かんなくなってるんですけど、毎日も 不規則すぎて アップされまして、それがすごい感動したんで、そんな話をちょっとだけしようかなと思ってます。あと、イエローモンキーの話もね、ちょっと私もすごい好きなんでね。で、吉井さんのね、書く詩の世界観とかもすごい大好きなんですよ。桜井さんの詩の世界観もすごい大好きなんですけども、桜井さんは、まあ、読書家だと思うんですよ。読書家で、本の影響もあるのかなと思うんですけど、まあ、素敵なこう活字の使い方、活字の使い方がすごい素敵だなという感じ。なんか、綺麗な並べ方するなという感じ。それでいて、そこの、まあ、死生観、世界観でいうと死生観とかをこうファンタジックに歌うっていうかね、PT の爆竹の生み出したジャンルに、前ね、今井さんかな、言ってたんですけど、爆竹が、まあ、唯一その独自で生み出したジャンルとかというと、ダークファンタジーっていうところに関しては、まあ、独自に生まれたものだみ
たいなことを言ってた気がするんですけど、何で言ってたんだっけかな、忘れちゃったの、言ってたんですけど、まあそういう感じの詩じゃないですか。で、まあ、とにかく活字の並び方が綺麗だなと、漢字の使い方とかも綺麗だなというイメージなんですけど、ファンタジックに歌ってくれて、で対して吉井さんはですね、誰でも分かるような言葉で、突き刺さる本当のことを言う感じ、誰にでも分かる、そんな難しい言葉は使ってないんですけども、本当のこと、真髄をですね、突き刺してくる感じですね。だからまあ入ってきやすいっていうかね、逆に、すごい好きな世界観で、いろいろと吉井さんからも元気や勇気をもらうことあります、はい、でそんな吉井さん結構文才もあって、昔からですね、あの CD データとかだっけかな、なんかコラムの連載とかもね、もう何十年も前の話ですけど、コラムの連載とか、三つ色の手紙とかだっけかな、あと吉井和也おせんち日記とかね、そういうコラムの連載があって、すごい砕けた文章で、誰にでも分かる砕けた文章で、割と面白く書くんですよ、文才があるなってすごい思ってて、すごい読んでたんですよ、好きで。だからまあそういうイメージでいたんですよね、砕けた文章を書くっていうイメージでいたんですけども、今回の追悼文を読ませてもらうとですね、まあ、もちろん追悼文だからちゃんとしてるんですけども、めちゃめちゃちゃんと、その中でもめちゃめちゃちゃんとしてるなと思って、その吉井さんが書く文章の中でも最上級の、丁寧さな、丁寧な文だな、文章だな、なんじゃないかなと思って読ませてもらいまして、ちょっと感動したんですけども、こういう追悼文でさえもしかしたら初めて見かけしたかなというくらいなんですけど、私はね、こんな丁寧にね、読み上げますとね、今ちょっとここにデスクトップあるんですけど、1994年の LSB というのはルナシーソフトバレー爆竹でやったイベントですね、1994年の LSB というイベントに出させていただいていなかったら今のイエローモンキーはなかったと思います。 LSB のオープニングアクトみたいな形でイエローモンキー出たんですよね。この新作も、この新作っていうのはイゾラですね、イゾラのアナログ版をターンテーブルに載せてる画像が添付されてるんですけど、この新作も風格を通り越して陽気すら感じる歌世界、先駆者としてこれからさらなる境地へ向かわれると期待していた矢先、本当に残念です、ご冥福をお祈りします、よしということで、ものすごい紳士的な追悼文、これすごいリスペクトを感じますね。以前吉井さんのオフィシャルブログ、ご自身のサイトで見れるんですけども、吉井さんのサイトでブログ更新してらっしゃるんですけども、その中でですね、爆竹が GoGoBT トレインをリリースしたあたりに吉井さん反応していて、ブログでもうとにかくタイトルがすごい、 GoGoBT トレインっ
ってもうすごい、もうすごい、もうすごい褒めてて、うん、なかなかつけられないタイトルだっていうことで、で今度一緒にできることなり一緒にライブがしたいみたいなラブコールを送ってましたね、うん、そうで歌詞にもやっぱりね、さすが同じ歌詞を書く方々だから注目するんだろうけどね、うん、歌詞のチューリップのところをねちゃんとこうかけて書いてるところとかね、言ってました。歌詞の内容もすごい素晴らしいって言って、うん、で、まあイエローモンキーって言ったらね、吉井さんって言ったらデビッドボーイ大好きで、ね、デビッドボーイになりたくてイエローモンキーを始めたみたいなことを公言してるような方ですから、日本のデビッド・ボーイと日本のラブ&ロケッツでライブをしたいみたいなね、あうまいこと言うなやっぱりなと思って、バクチクはやっぱりラブ&ロケッツっていう印象なんだよな、確かにそこは言えてみよう、僕も同じようなイメージですね、ラブ&ロケッツっていう、ダニエル・アッシュの影響っていうのはやっぱ爆竹にすごい与えてると思うんだね、うん、まあとにかくね、吉井さんが爆竹にラブコールを送ってるっていう印象ですね、なんかすごい好きだったんだなと思って、でこれは私がイエローモンキーファンの方に聞いたんですけども、以前その吉井さんが爆竹のメンバーとお会いできることがあったらしいんですけど、会えた時にもう本当に喜んでキャッキャキャッキャと乙女のようだったと、吉井さんが、ね、そのぐらい喜んでたという話を聞いてちょっと微笑ましく感じた覚えがあります。本当にリスペクトしてたんでしょうね、うん、思います。吉井さんもね、喉のね発表されましたけどね、癌だったっていうのでね、うん、そこからまあ復帰されて、まだ体調もね本調子じゃないのかもしれませんね、年末の武道館もトークライブに切り替わったっていう発表がありましたから、うん、まあ気を落とさずとは言いつつもちょっとまあそれは難しいかとは思います、まあ仕方ないと思うんですけども、まあお体は本当に大事にしてほしいなというふうに思っております。やっぱりね、ローリングストーンズみたいに80歳になってもうまだあんな感じでライブとか音源とか出してやってほしいですしね、イエローモンキーはね再結成するのもローリングストーンズのライブを見て、うん、またやろうと思ったっていう吉井さんの発言があるようにね、ぜひそうなってほしいですよね、爆竹にそれをね、そうな爆竹はそうなると思ってたけど、うん、いやでもまだわかんない、続くって言ってるから、うん、そうなるだろうな、爆竹もイエローモンキーも本当に80歳になっても今のねローリングストーンズの年齢になってもかっこよくロックしてほしいなと思いますね、あとジギーもね、ジギーとあとは私のベースの大師匠ジギーからはいなくなっちゃいましたけども、ザ・ダストン・ボーンズ、ザ・スラット・バンクスというバンド、2つのバンドやってる敏郎典夫さんっていう方
ベーシスト、この方が私日本で一番リスペクトしているベーシストの方なんですけど、いずれねちょっと私が師匠と仰ぐ人のことはね、いずれ絶対語りたいと思ってるんでね、もったいぶってますそこは。ということでですね、あ、そう、イエローモンキーの話で言うと、ちょっとだけ自慢していいですか。ちょっとだけ自慢していいですか。僕が二十歳ぐらいの時かな。二十歳ぐらいの時に、ザ・イエローモンキーはね、フォーシーズンズというアルバムを出して、野生の証明という、全国ツアーを行ったんですけども、まあ、それにですね、行ったんですよ。行ったのもですね、ファンクラブに入っている女性の知り合いがいて、で、まあ、バンドやってる方だったんだけどね、行くっていうから、チケット取ろうかというふうに言っていただいて、あ、行きます、僕も行きますって。言って僕も1枚取っていただいてですね、ファンクラブ席を1枚もらったんですけど、なんとなんと最前列でございまして最前列 でしかもね、会場郡山市民文化センターだったんですけど、ね、福島県のね一番最前列のひいせさん側だったんですけども、もう前20列ぐらいね、全員女性ですよ。全員女性の中、もう一人だけ、しかも僕こんな厚底の、ね、靴履いて、金髪で、後ろ髪こんな長くして、で一番前でね、もう多分後ろの方見えなかっただろうなと思うんですけど、まあ、ノリノリだったんですけども、それを発見して、くれたメンバーがですね、あ、男がいると思ったんでしょうね。もうピックをバン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 僕にめがけて、もバンバンバン投げてくる。ヒーセさんのピックはキャッチしたんですけどね、はい、で太陽が燃えてるのね、Cメロ、ギターソロ開けて歌がまた入って、Cメロが入ってくるんですけども、その時にですね、吉井さん僕の目の前にしゃがんで、ステージあるんですよ、ステージのところに しゃがんで手をね、歌いながらね、いくつもの涙をこらえながら、いくつもの、あそこで手をね差し伸べて、僕も差し出される手にこう吸い付くようにこう握手して、その一節ね、Cメロ丸ごと僕の手を握りながらずっと歌ってくれていて、はあ、もう温かい肉厚の手でね、えらい感動した覚えがありますね。で、ライブ終演後、まあ、退場するじゃないですか。そうするともうファンの女性たちがですね、手を触らせてくれ、吉井さん、ロビンが触った手を触らせてくれって言って、僕の手をね、みんな触ってって、キャー、ロビンが触ったで、そんな思い出があります、はい、今の時代だったらやらいこっちゃですね、もうね、なんで、うん、そんな吉井さんがリスペクトしていた桜井さんだったんだなと思うと、まあ、また感慨深いものがありますね。まあオチで言うと、あとその時キャッチしたひいせさんのピックとですね、その当時のチケットの半券を持ってたんですけども、後々ひいせさんと、まあ、ちょっとお近づきになった時にですね、それを見せて、そこにサインをいただくというですね、初
二十歳の自分にケリをつけるということをね、またさせてもらったんですけど、これもまたバンドキッズドリームの一つかなと思っております。余談です、すいません。ということでですね、私の日本で好きなボーカリスト3人、桜井敦さん、森重十一さん、吉井和也さん、この3人は外せない。森重さんも素敵な追悼の追悼ブログをアップされてました。また森重さんのお話もね、ちょっと辞儀のお話もね、今度したいな。でもここはでも爆竹だけのチャンネルだから、サブチャンネルがあるんですね。僕実はサブチャンネルがあるんで、そっちの方で他のバンドのことは話していこうかなとかも思ったりしてます。ちょっと長くなりました。何かの、ね、皆さんの語り手に、語り手じゃないな、お話し相手に慣れていたら幸いでございます。こういうトークそんな上手じゃないんで、いつも YouTube の編集とかこういう間を全部カットしてぐしゅって詰めて編集してたから、すごい流暢に喋ってるように聞こえてたと思うんですけど、まあこんな感じの喋りなんで眠くなってくると思うんで、寝る間際とかにこの動画を見てもらえると安眠できるかもしれないですね。自分で自分の動画見て眠くなっちゃうぐらいなんでね、多分そんな感じなんだと思います。すいません、長くなりましたけども、ライブロックンロールしてきます。何番目、かげろうでした。